あ、飲み寄る飲み寄る。あ、泳ぎ寄る。こういう感じなん。なるほど。ふんどしなのね。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ。じゃあ、受け取っておいて、からの、お、これは、もういけるんじゃない？できるんじゃない？これ。とりあえず個数はできた。あと、木材もめっちゃいっぱい取ってきたけん。はい、ここで樽、6個いける。さあ、そして、あと必要な、おしゃれテーブル。お、3つ。オッケー。あと必要なもので作れるのは、鉄のインゴット。鉄のインゴットがいるんか。ちょっと待って、鉄のインゴット。まあちょっと、いっぱいいっぱい作っておこう。作っておこう。じゃあその間に、ちょっと待ったね。いろいろと設置していきますか。上に上がりたいんだけど、この辺から上がっていけるかな。よいしょ。あ。あ、やっと。お、届いた。よかった。んで、これはどこまで？とりあえず、2列。とりあえずここ2列埋めていこうか。はい、銀タイルの壁。はい、埋めていきまーす。よいしょ。はいはいはい。もうなんか出来上がりそうじゃない？めっちゃ。で、あとは、ん？どういう状態だ？ここ上2個必要なんか。ん？この上2個っていうのは？どこに2個？ここ？いや、ここじゃないね。こっち？え、違うね。どこ？え、待って、どこに2個必要なの？あ、そこの下の部分は違うんか。え、ってことは、ん？どうだ？そこの黒い部分。あ、じゃ、ここはもう全部、ちょ、一旦置かせて。ここも、これでいいってことか。はいはい、オッケー。で、ここ埋めて、で、真ん中2つ。真ん中2つはどこだ？とりあえずこれを、よっ！ここに置く。ふんふん。で、これも上置いて、で、こういうこと？ですね。で、1個開けての、こう置いて、こう置くと。なんか上の方もいっぱいあるな。よくわからないのがいっぱいある。これは何段だ？ 1、2、3段か。ってことやけん、ここに、まあ、3つほど下に。違う違う。はい。はい。はい。積んで、横は？ 1、2、3、4、5、6。まあ、あっちまで。ここか。はい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 。で、あと下？上はどんな感じ？あー、上は、とりあえず、どうなってんだこれは。あ、横1個だけ開いて、2段。あ！あ！やらかしい。お、違うけど、ちょっと待って。はい、これで、にしよう。この上に行きたいんやけど、ちょっと待ってね。とりあえず、これも上に必要なんやっけね。まあいいや。
とりあえずここに、ちょっと砂か何かに登っていこう。岩でいいかな。ほ。これちょっと上に間違えた。間違えた。まあいいや。はい。で、ここ上がって、ここの部分に、アイアンの壁。はい。で、この真ん中の部分をこれで埋めていけばいいってことか。はいはい。で、ここまで？あ、これでもう、ん？よね、これでもう、終わりー。はい、崩していきます。あと必要なのが、あ、そう、樽とかここ置けるかな、もう。樽。あったあった。これをどういう風に配置していくんだ。樽。はい、樽を。どこの部分だ、あれは。遠い、遠いよ。拡大縮小。ほ。あれが、ちょっとどこかよくわからない。この辺か？ここかな？違う違う違う。は、お、合ってる合ってる。で、こっち側に、ん？どこ？ここ？違うね。違うね。こっちか。あれ？違う。ここか？あれ？あ、ここか。はい、ここに行こう。そして、トントン。あ、1、2、3、4つを、こう、ここと、ここってことかな。はい。こんな感じ。で、あと1個はどこだる？あっちの上か。ここ？え？違うな。違う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 。なんか松明持ったんだけど。え？ここじゃない？どこ？あ、ここ3段ってことか。あ、なるほどね。そういうことね。はい。これで樽も置けた。あ、いい感じになってきたんじゃない？で、あれや、おしゃれテーブル。おしゃれテーブルがあっちに3つか。場所的には1、2、3列。この、どの辺？ここか。おしゃれテーブル。ここですね。はい。そして次が、1、1。この、ここ。ってことは次も、ここ。ふう、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。で、まあ、あとまた必要なものをいろいろと作っていこうと。はい、どうも。アイラさん、銀の鉱脈も見つかってニコニコが止まらないようですね。しかし、私たちの目標はまだまだ先。ゴージャスなプール作りも未だ道半ばです。どうでしょう、この辺りで設計図にある屋内プール作りを進めてもらえませんか？設計図にある小さな噴水を置いてもらう場所がゴージャスプールの中央です。まずそこに枠を作って、あなたの乾きの壺で水を流し入れてください。水は米に注ぐより、こうぐーっと力を込めて、壺を振って一気に流し入れるといいですよ。わかっているでしょうが、プールの水は泥水じゃダメですからね。もし水がなければ、そうですね、鉄の採掘場に近くにある地底湖で汲んでくるのはいかがでしょう。汲んできたよ。さあ、アイラさん、まずはプールの水場部分を作ってください。設計図にある枠を作って水を入れるんです。ちょ、待って、私小さい噴水を作りたいから、あ、35個ほどできとるね。はい。じゃ、これで噴水作れるんじゃない？どうかな？とりあえず必要なもの。あ、あったあった。これ5つね。はい、いけるー。小さな噴水を5つ。そして、あとは、あとは、もうちょっとないけど、金のかがり火。これ、あ、金のインゴットない。ない。完成しないな、まだ。ってことは、まあ、とりあえず、さっき言われたことをクリアしていこうか。これを5つ置けばいいってことやんね。
置いていきまーす。はい。いいね。これ、でもこれでやっともうプールの部分はできるってことやろ。泳げるよ、みんな。はーい、これで。どうや。あ、すごーい！見て、プールになったよ、ちゃんと。はぁ。ちゃんと噴水が吹き上げよる。素晴らしい。プールの水場部分ができたのですね。では次に、プールの飾り部分を作っていただけますか？設計図をよく見て、プールの中に、はしご4つ、小さな噴水を5つ置き、プールの飾り部分を完成させてください。はぁ。これはすごい。プールの飾り部分を作ってくれたのですね。そう、それも一緒にやったよ、私。では仕上げとして、プールサイドの部分を完成させましょう。プールサイドにおしゃれテーブルと、デッキチェア、常夏ドリンクを3つずつ、最後にパラソルを置いてください。常夏ドリンクに使うチャキーラは、サボテンフルーツを酒樽に入れると作れますよ。おー、なるほど。そして今回も、おしゃれテーブルやデッキチェアを置く前に、銀タイルの壁を敷いてしまってくださいね。そうそう、常夏ドリンクを作るには、グラジオラスの種も必要なはず。グラジオラスの種は、町の北東にあるオアシスから取ってきてくださいね。あれをハンマーで叩いたら種になるってことかな？デッキチェア、緩やかなカーブをつけた木で作られた椅子、座れる家具。パラソル、金属の骨組みに布を張った地面に置く傘。なんかここ、噴水、あ、出た出た。近づいたら出る仕組み？そういうことではないかな、別に。あ、ちゃんと全部。あ、みんな感動してくれた？よかったよかった。ちゃんとプールになったけんね。泳いでね、みんな。さあ、それじゃあ、あ、これも全部できたね。受け取っとこ。さあ、これで、あと今回新しく作れるようになったやつ作れるかな、これ。お、いける、3つ。オッケー、デッキチェア。あ、なに？報告会？前回結構多かったんよ。2000何ぼって取れとって、もう一気に、あと90何個やったけん、今回いけるはず。よしよし。私の分が銀65個、銅29個、鉄37の石炭102。おー、やばくない？今日上がった分で銀が3000個集まったぜい。これでゴルドンが欲しがってた数は集まった。ついにゴルドンを進化させられるな。これでやっと銀になるよ。今日の報告会は以上だ。おめえたち、明日も張り切っていくぜい。さあ、これで。お、あいな。ゴルドンがシルバーマンになるための銀が集まったみたい。あの子きっと喜ぶわ。さあ、ゴルドンに銀を渡しに行きましょう。どうぞ。投げつける。おー、これでやったね。うごー、ありがとう、アイナ。ありがとう、みんな。俺、ついにシルバーマンになれた。次、俺、ゴールドマンになりたい。そうすれば、鉱石復活できる。島にゴールドラッシュ戻る。ちなみに、ゴールドマンになるには、金が5000個必要だ、です。5000個だと？とんでもねえからじゃねえか。ちなみにじゃねえよ、ちなみにじゃ。これは荒くれどもにもっともっとやる気を出してもらわなきゃな。ますますプール作りが鍵になりそうだぜ。でも、地下に降りても金はなかったんでしょ？どうやって探せばいいのかしら。てかペロ、その服にその髪、どうしたんだよ。ん？どうしたって、部屋に置いてあったから着替えてみただけよ。ゴルドのお祝いだし。そういえば髪型変わったね。ペロ、お祝い、俺嬉しい。俺、やっぱりお前愛してる。前のバニー服と違うんかな？よくわからんねえけど。俺、少し力戻って思い出したことある。金の鉱脈探す方法ある。なんと、それは頼もしい。次こそ金の鉱脈を見つけ出して、ゴルドンさんをゴールドマンにしましょう。アイナさん、引き続き行動の探検とゴージャスプール作りをお願いしますね。アイナさん、ゴルドンさんもシルバーマンになりました。これから金探していきたいですが、どうやらまだあなたに依頼がある人がいるようです。すべてこなしたら金探しに挑みましょう。ほうほう。さあ、これで、とりあえずこの横に置いていけばいいよね。よいしょー。そして、よいしょー。はい。オッケー。んで、あとは、銅のジョッキはどこに置けばいいの？あ、なるほど、そっちか。ふんふんふん。じゃあ、ここに、
銅のジョッキ、ちょっとこれ両方とも取り出しとこう。はい、これで銅のジョッキを置きます。はい、お、これでドリンクテーブルが完成で、ここの真ん中のところ、これはどこに置けばいい？あ、あの上の部分か。なるほど。はい、で、パラソルを、ここに。オッケー。やったね、すげーやん。あ、飲み寄る、飲み寄る。あ、泳ぎ寄る。こういう感じなん。なるほど。ふんどしなのね。すげー、泳いでる。さ、ココナッツドリンクが、それぞれこの上に必要ってことやろ？と、お、ドリンクテーブル完成。これでオッケーやろ？プールの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。やったね。やったでしょ。お、我らがゴージャスプールの要となるプール部分を完成させてくれたんですね。以前のバーが潰れ、目標を失った私は暗い気持ちで毎日を生きていました。しかし、今やどうでしょう。輝くようなバーがあり、心ときめく日々の仕事があります。ただ、一つ気がかりなのは、街の皆さんが娘のプールに心ときめかせ、ときめかせすぎなことです。何でも日中暴れている荒くれさんの中には、ペロを取り合って喧嘩している方もいるとか。そんな光景を見ていると、鉱石をめぐって争った昔の島民を見るようで、私はどこか複雑です。おっと、そうそう。プールがあればお客様が泳いでくれます。ムフフでおほほな光景にも期待ですよ。何、ムフフでおほほな光景って。とりあえず、荒くれが泳ぎよるところは見たけどね。くぅ、疲れたぜ。ここんとこ俺の繊細な筋肉はあまりの疲れに悲鳴を上げてんだ。嘘を言え。お前はいつも何もしていないだろ。うげ、指導。お前は俺がどれだけ筋肉をすり減らして荒くれを管理をしているかを知らねえんだ。くぅ、こんな時、筋肉もリフレッシュできるマッサージ部屋があればな。マッサージ部屋があれば、みんなで筋肉を揉み合って、お互いがお互いを癒すことができる。いいか？まずは部屋の中にカーテンを2つ、それとベッド、ついたてを置くんだ。最後に明かりを置いて、マッサージ部屋を作ってくれ。ちなみに、カーテンに使う綿は、ステーコに入ってる綿毛草から取れるぜ。ふんふんふん。なるほど、マッサージ部屋ね。それもやっぱりプールの近くに。ま、てか他に部屋作れるような場所がないしね。ってことで、必要なものをとりあえず作っていこう。ベッドってわらベッド？しょぼくね？まあ言うてね、びっくりマークついとるってことはそういうことやんね。これ一個ずつでいいってこと？ふんふんふん。明かり、十分あったわ。十分すぎるほどにあったわ。さあ、これで、今回別に周り、壁が何とか決められてなかったけん。さあ、この辺に作りましょうかね、じゃあ。ということなので、よいしょ。はい、作っていきまーす。この辺とりあえず壊して、はい。で、この辺りに作っていこう。土岩で作っていくね。どうせ筋肉さんたちの分野けんいいやろ。よいしょよいしょよいしょ。マッサージ部屋ね。で、これぐらいのスペースで、これぐらいの広さでいいかな。よいしょ。あ、待って。これじゃいかんね。扉の範囲が。これは広すぎか。これぐらい？オッケー、オッケー。こんな感じですかね。よし。これで、ま、とりあえず、お？ウエスタンドア。ウエスタンドアを、ほ。これで小さい空き部屋が完成しました。で、ここに、
ペットを置きます。ちょ待って、ベッドを置きたいんやけど、どっち向きがいい？こっち向きの方がいいんかな。よいしょ。で、ついたて、ついたて。で、ついたてを置いて、まあ、この辺でいいか。ついたて置いて、ちょっと待って、まだ入ってこないで。いや、いいけど。で、この辺に、違う違う。全然違うから。この辺にテーブルを置いて、この上に、ランタンを。全然ランタンじゃねえし。はい、この上にランタンを。これでどう？全然完成しねえ。びっくりするぐらい完成しねえ。ってことはやっぱりあれじゃないといかんってことなんか。なるほどね。ちょ待って。はい、ベッドを敷いて、でここに松明を置くと、松明、はい、オッケー。え、完成しないんだけど、どういうこと？他に何か必要なものあったっけ？マッサージ部屋、ねえ。あ、カーテンがいるんか。なるほど、なるほど。カーテン二つや。カーテン。あ、あったあった。このニューで、見えないんだ。見えないんだよ。よし。じゃ、これで、また私ちょっと、何？おしゃれな方に変えるわ。やっぱちょっと、藁とかそういうのじゃ嫌なんよね、私が。は。ということなので、この辺壊しまして。はい、ベッド。そして、カウンターテーブルに。ランタン。はい。いや、違うって。全然ランタンじゃない。はい、ランタン。そして、ここにカーテンを二つ。カーテン二つっていうのは、なんかとりあえずなんかこの辺とかに仕掛けとく？ほ。カーテン？まあ、こういうのでいいんかな。飾り的な感じってことやろ、要は。ちょ、待って。置けない。とりあえず、これを一旦のけて、これを置いてから、そのカーテンで豪華さが上がるんや。ええー。で、まあ、こういう感じで。小さいマッサージ部屋完成したよ。荒くれのやる気と鉱石の採掘量が上がった。いい感じじゃない？できたよ、できたよ。ちょ。え、こいつじゃなかった。紛れないで。うごー、俺が頼んだ通りのマッサージ部屋を作ってくれたんだな。さあ、あいな。マッサージ部屋ができたんだ。あとは働いてくれる人を用意しなきゃな。ほう、マッサージとは面白そうですね。マッサージといえば癒し。島で一人を争う癒し力を持つ僕が一肌脱ぎましょう。え、そんな感じやった？ちょっと待ってちょうだい。おう。みんなを癒すなら、おばさん大得意分野よ。私たら存在自体が癒しみたいなものだし。まあ、ある意味ね。あら、なんだか素敵な服が置いてあるわね。おばさん、着替えてみようかしら。それは。ちょっと待ってね。なに？おお、バニーになった。おお、おんばさん、なかなかお似合いですね。その服、僕も着てみたいです。セルジ君。ん？荒くれがちょっと弱っ。まあ、これはこれで良しとするか。案外、オッカムルの名物になるかもな。てか、ノリノリだな。あんな服着るって。おー、なになになに？
アリナ、魔物の気配する。気をつけろ。マジで？戦闘ですか？ということで、臨みましょうか。アリナ、どうやらまた魔物どもが攻めてくるみたいだぜ。教団の奴ら、俺たちが鉱石を掘って町を作ってるのがどうしても許せないらしいな。さっさと帰るうちにしてやろうぜ。さあ、戦いの準備はいいか？はい、オッケーです。いい返事だ。ゴルドンも準備はいいのか？おう、俺、この町守る。ペロもみんなも俺守る。よし、じゃあやってやろうぜ。さあ、来い。バトルスタート、モンスターを倒せ。さあ、来いよ。ものづくりをやめるのだ。やめません。結構なダメージ与えれたね、今。イエーイ。待って、お腹空いてんな。よいしょ。お、破壊力が上がったぜ。やったやった。てて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でもあんまりダメージ受けてない、私。イエーイ。そういえば必殺技も使えるんよね。早く使えるようになれ。たまれたまれ。よし、来い。やってきた。どういうモンスターかちょっといまいちよく見えんけど。あ、大きい口か。なるほど。お、あっという間やん。イエーイ。破壊しないでね。いけるんじゃね。ほら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 。よし、来い。あとちょっとよ。粛清だ。あ、待って、必殺技が使える。来いよ。ちょ、待って、違う。さあ、来い。へい。おー、すごくない？やばい。そんなに周りにも行くんやね。攻撃が当たるのね。めっちゃいいやん。またたまらんかな。どこがどうなったら必殺技が使えるんやろ。いまいち把握しきれてない。怖い。あー待って。違う。ちょっとこっちに来ないで、こっちに来ないで。今私ちょっとピンチだから。ちょ待ってってば。私今めっちゃピンチなんだって。食べ物ないっすかね。野菜ジュースしかない。野菜ジュースしかないよ。大丈夫？いける？まあ、とりあえず、飲みます。スタミナ減りにくくなったんや。イエーイ。しかしちょっとイエーイはいいんやけど。食べ物。食べ物が必要、私今。とりあえず、生肉。じゃあ、料理を。早く。じゃ、こっちには来ないでね。教団に逆らうな。あ、必殺技が使える。とりあえず出て行って必殺技する。ちょ、待ってね。は、行くぜ。せい。よいしょ。骨に響いた。まあ、骨しかないからな。あー、待って。部屋が壊されよるって。ちょ。早く。はい、オッケー。さあ、これで。あんまり変わってない。ちょ、やめてよ、部屋の中で戦うの。あ、やっつけた？ごめんね、私途中からご飯食べに行っちゃったわ。アイナたちのレベルが上がった。お、レベル15。部屋の扉越しに。なに、新たなレシピ。鉄の剣、鉄を打って鍛えた硬く鋭い剣。まあ、あとはちょっと直しておいてね。バトルコンプリート。でも前回よりは楽にやっつけれた気がするね。まあ、必殺技で3匹一気にやっつけれたのはすごかったかも。チキショーめ、またしても教団連中に襲われちまったな。それにしても、セルジ、オンバ、それにアーマン、お前たちはどうして戦わないんだ。ペロはあんな防御力が低い服で戦ってるってのに、たまにはお前たちも戦えよ。確かに素肌超出てる。バーは壊れても直せます。でも命は一つしかないんですよ。命あってのものだねです。指導を怒らないであげて。人には向き不向きがあるし、怖いものと無理に戦えとは言えないわ。それに大丈夫よ。
私がアイナや指導と一緒にみんなの分まで魔物をやっつけるから。さあ、とにかく今は金を探すことが先決よ。ゴルドンに心当たりがあるのよね。そうだった。まずアイナにこれやる。何？笛のかけらを手に入れた。何何何？オカリナみたいな。時のオカリナみたいな感じ。それ、大切な笛のかけら。ついにそれ渡すとき来た。もう一つのかけらあれば、すごい笛できる。その笛、求めるものがある場所を指し示す。求めるものがある場所を指し示すか。その笛を吹けば、金の場所がわかるのね。それじゃあ、金を探す前に、笛のかけら探しだな。と、笛のかけら探しの前に、魔物たちに破壊された建物をささっと修復してしまいましょう。私たちが壊れた建物を修復します。ここの住人はみんなビルダーです。どうかお任せください。了解。拠点がほぼ元通りになった。めっちゃ疲れ果てとるやん。大丈夫か？あ、報告会何かと思ったやん、2回も。え、みんな戦える間に何、鉱石掘りに行ってた人いるの？銀78、銅33、鉄43、石炭120。よし、それじゃあちょっと。おー、直してくれてる。よかった。よかったよかった。ちゃんと修復されてるね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ってかその笛のかけらは何かヒントはあるのかい？ねえ、じゃないと広大な土地で笛のかけらって。